ガレージマン。こんにちは、アップガレージ横浜町田総本店の清水と申します。今回は昭和に流行ったパーツ5選ということで紹介させていただきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ではホイールについてですね、今回ご用意させていただいたのはこちらの3つですかね。昔流行ったのはやっぱ小径でフカリムっていうホイールなんですけれども、今のこういうホイールと違ってデザインが奇抜でかっこいいホイールになっております。結構ちっちゃくてこのリムが深い方がなんか偉いみたいな、そういった風潮が昔はありました。僕もこのマーク1っていうのは昔71のクレスタに乗ってる時に14インチで履いておりました。でこちらは一見するとあのセンターロックのホイールなんですけれども、これはただのカバーになってまして、昔まあ Y30 グロリアとかそういったものって結構メッシュ系のこういうなんかセンターロックのホイール流行ったんですけど、それにちょっと似せてるホイールですね。これも今では結構珍しいホイールだと思います。はい、ということで一つ目は小径のフカリムホイールでした。はい、では続きましてはこちらにあるウッドステアリングです。まあ、今となってはすごい人気なのはここら辺のナルディのクラシックだったりとか、モモのこういうタイプだったりとかっていうのはすごい今流行ってますけど、やっぱ一昔前昭和になってくるとなんて言ったってやっぱウッドステアリングですよね。今うちに在庫があるのは 35π とか 34.5π っていう比較的普通のサイズなんですけれども、昔はやっぱり 28π とかすごいちっちゃいステアリングをつけるのが結構流行ってましたね。でこのオバナンっていうのはイタリア製のメーカーなんですけれども、もう今では作ってないんですよね。なんで結局この28π のオバのステアリングとかになってくると平気で5万円とかで結構取引されているお品になりますね。今でも結構ここら辺は売れ筋の商品になっております。ということで2つ目はステアリングのご紹介でした。続いて3つ目はこちらです。置き型スピーカーです。まあ、昔のあのセダンだったりとか、まあ、クーペ、まあ、リアガラスの近くに置いて、これ光るんですよ。実はここら辺がこのロゴのところが光るんですけれども、これを光らせて走るのがかなり流行ってました。今 LED がほとんどなんですけれども、電球が入ってるんですよ。なので今風のカスタムする人に関してはここを全部 LED に変更してものすごい光を強くしてですね、自分なりのカスタムをしてる人もすごいたくさんいます。まあ、ケンウッド、カロッツェリア、あとパイオニアですかね。この3つが結構主流なメーカーでした。はい、では3つ目は置き型スピーカーの紹介でした。はい、では4つ目はこちらの内装のパーツになっております。ちょっと当店内装の当時物っていうのがあんまりなくてですね、こちらを厳選させていただいたんですけれども、もうこのやっぱり質感モフモフ感がですね、当時はものすごい流行っておりました。まあ、どんな車種にも取り付けができるように、まあ、こういうなんか紐でくくったりとかできる部品になっております。実は結構今はですね希少価値が高い部品になっております。では以上で内装パーツ4つ目をご紹介終わります。それでは最後5つ目です。5つ目は小物編です。シフトノブと釣り輪ですね。釣り輪とかは結構あの旧車乗りの方はですね、内装の手すりのところにですねつけていただいたりとか、よくマフラーの近くに下にぶら下げてあの走ってる人いると思うんですけれども、いろんな説はあるんですけれども、僕が聞いたのはアーシング、静電気を除去する役目があるということを聞きました。であとあの車内につける場合は、女性が乗り降りしやすいためにこういう輪っかをつける、まあ、ちなみに僕もつけてました。3つの助手席とあと後部に3つつけてました。はい、今ではこういうハート、こういう可愛いタイプもあったりします。で最後こちらシフトノブですね。これは全然当時物でも何でもないんですけれども、昔はあの水中華とかそういったものがすごい流行ってまして、今あの復刻版みたいのが出てるんですけれども、当時の水中華は本当に1個1万円以上はくだらなくしてしまうぐらい今はすごい価値が高いものとなっております。で以上でこちら5点目の小物内装系でした。はい、ということで今回は昭和に流行ったアイテム5選ということでお話をさせていただきました。アップガレージではこのような形でカスタムやパーツの情報を発信しております。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。 Twitter、Instagram もフォローお願いいたします。車のカスタムについてご質問等ありましたらコメントいただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。現在アップガレージでは買取金額があるアップフェスを開催中です。買取の際に抽選でルーレットを回していただけると最大で買取金額が2倍になるキャンペーンとなっております。ぜひこの機会にアップガレージへ足をお運びください。チャンネル登録してね。